完全に今日アップデートのことも忘れてたわ。だけど、あとかもう196位だってやばくない？俺このなんか順位がある、順位表示されると逆にちょっと焦っちゃうね。200位以下になってはいけないみたいな、これ200位以下表示されないからね。これどうしよっかな。なんかこの辺って俺すぐできないんだよね。ワールドモード入手、まあ一回ワールドモード久しぶりにやりますか。だから僕もうワールドモードやることなさすぎてすげえ集合体になってる。なんかもうほんとこれぐらいしかやることないんですよね。まあ皆さん多分チューニズムのキャラとか多分ゲットしてないと思うんですけど、あと14時間なんで、ぜひこの動画上がってる頃にはもうゲットできないかもしれないですけど、まあちょっと頑張ってくださいっていう感じで、ちょっとレベル上げしてないのがバレつつもやっていきますか。なんかさ、今回のバージョン 4.4.4 が10がないんですよ。10以上が。なのでちょっとね、盛り上がりに欠ける部分ありますね、正直なところ。ザ・サバイバー、あ、え、これアドトランスっていう、これさ、なんかアドピアノとかあるよね。そのシリーズ来るのかな。アドピアノ系のシリーズいきましょうか。ゲームエディットってことはもうすでにある曲の、このね、作曲の大使さんって方はね、確かね、エンゲド・ジェネシス、あ、違う、リンゲド・ジェネシスのエデルライターや。なんかちょっと、地味に混ざ、リデルライターみたいな、エンゲド、リンゲド・ジェネシスのエデルライターの片方みたいな、話は聞きましたね。もうこのなんか、このルナの背景めちゃくちゃかっこよくない？これ。まあ、なんかアーキアのこの CG の、背景、何気にこれジャケットよりたまに凝ってる時あるからね。マジでこの背景の CG めちゃくちゃおしゃれだから、ね、これどういう感じのあれなんだろうね。おお、曲めちゃくちゃ、これメモリーアーカイブだから、まあ、ちょっとなんか多分 Q プラス難しい寄りなんだと思うけど、すごい、ちょっと待って、これなんかこれ伝わるから、これなんか袖巻き込みそうじゃない？これちょっとわかる、長袖やってるとちょっとなんか袖を巻き込みがちっていう、こういう風面、ちょっとこれ伝わるかな。中袖で iPad でやってる人ちょっと分かるかもしれないけど、袖巻き込みそうになるわ。いいっすね、なんかあのなんだっけ、ヒーロー月下みたいなノーツの配置が、最近の東方の曲ね。これトランス、すげえね、なんかザ・トランスみたいな、ほんまになんかトランスのめちゃくちゃ初期の方のトランスっぽい。このナートさんとか大使さんとか、だからそれこそエデルライターさんあたりが、あ、待って、なんか右上見て、なんか、あれなんか、表示ちっちゃくなってない？見て、あの、なんか、言いたいことわかる？そのスコアとかさ、なんか曲名とか出すとかあるじゃん。なんかあれちっちゃくなってない？心なしか？心なしか？心なせか？わかります？それ。うん、やっぱちっちゃくなってるわ、なんか。ん？ちっちゃくなってるよね。あれ、これ、俺がアーケー久しぶり、ん？わかんない。ちょっと待って。アーククリエイトとちょっとよくわからなくなってるかもしれない。すいません。ほんまにごめんなさい。最近、ちょっと、そっち系のやつバカちゃってる。いや、曲バカかっこいいな、これ。チョーン、チーン。なんか、小学生がこの擬音ギリギリ使わなさそうな。チョーン、チョーン、チョーン、チョーン。ギリギリなんかこの擬音が、言葉に表せなさそうな。かっこいいですね。この小学生、これジクシーはたまにあるけど、これで攻撃してきたらさすがにバリア貫通する自信あるわ。バリア、あの無敵なバリアあるじゃないですか、小学生の。この攻撃音だったらちょっとさすがにバリアも貫通しそうだな。あ、ここちょっとリズム違うんだね。ここキレ、あれなんかね、リズムが若干、ここちょっと見て、ほらジュジュンって、なんか若干リズムがちょっと違うっていう。アーキアそういうとこあるよね。なんか音取りがさ、なんかわけがないときたまにありますよね。なんかあのあれとかも、フラムスさんのミューみたいな曲の時もそうだけど、なんかたまにね、ネルフもそうか。なんか俺ね、ちょっと正直よくわかんない音取りめちゃくちゃあるんだよね。いや、やっぱ右上ちっちゃくなってるわ。いいよ、俺女の子の細かい変化に気づける男ですからね。アーキアが女の子かどうかわかりませんけど。いや、いいですね。なんかアーキア久しぶりだったんですけど、やっぱ本家のこの感じような、てかこの右、この左右のビームさ、これなんか定期的にアップデートのごとになんか変わってるけど、やっぱまたこの形に戻ったんだね、この。お、しかもこれちょっと待ってください。ファーゼロですよ、皆様。素晴らしいですよ、これ初見ファーゼロは。まああんまノーツ、普通のノーツなかったわけですけど。いや、まあ楽しかったです。ありがとうございます。なんか他の曲やりましょうか。これやっぱりさ、未だにウェブ版で課金した方がお得ですよね。なんかアップストアの価格調整されたらしいんですけど、一応ね、結構アップルがね、倍率持ってくらしいんですよね。このゲームに限らず、まあ、スマホゲーム全部らしいんですけど、やりますか、ニューヨークバックライズ。
ライズだって。これあれだね、ポーカンかなんかの曲ですよね多分。ジャケットから察するように、これ確か BMS の曲だった気がする。これ左の2人分かるんだけど、と右の1人も分かるんだけど、真ん中のスタブさんみたいなこと分かんないわ。やっぱ右上ちっちゃくなってるね表示。これポーカーだよね多分。左の2人はあれですよね、あのヘッドボンクの人ですもんね。で右がナイトシアターやもんね、若鳥が。さあえどういうこと、ちょっと待って、トレース今なんかすごい、うん、なんか曲もトレースもなんか、うん、うんち出てこなかった今、うんち。どういうこと、ちょっと待って、いろんなトレース出てくるの分かるけど、なんかどさくさに紛れて最初、やばい、バカかっこくない曲。ドゥンドゥク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 。こういうのが一番やってて、音ゲー。やっぱ音ゲー向きの曲いいですよね、こういう。てか、本家の BMS、あのさ、BMS、本家やってる人います？なんかあんまいなくない？人口的にいんのかな？なんかおっさんぐらいしかやってなさそうなイメージあるけど。なんか結構 BMS ってもう結局スマホのゲームとかチューニズムとかに移植されて楽しむようなコンテンツだと僕は勘違いしちゃうぐらい、それぐらいあんま BMS 本家の影薄いというかね。実際にやってる人はあんま見たことないな。映像は曲聴いたりはするけどみたいな。これすごいね、めっちゃクオリティ凝ってるねこの譜面。てかすごいね、なんかおおすげえ、なんかテンポめっちゃ変わってるし、え、すげえすげえ、なんかさ、曲がすげえ、なんか変わった曲が、なんかあれかな、ポーカーでなんか優勢、ちょっと待って、これ頭おかしくないですよ、この配置。なんかポーカーでなんか負けそうとか優勢とかそういうので BGM 変わったりするのかな、これ。映像も見てみないと分かんないね、これ。すげえ、なんかジャンルが、ああいう感じじゃないんで、最初の。なんかいいね、1曲で 2度楽しめるぐらいの感じ。すげえ。何これ、クオリティめっちゃ高い、譜面も曲も。まあ4人が作してるからね、まあ4人っていうかもうほぼ3人多分。あれですよね、なんか右から2番目左から2番目はあれですもんね、ボーカルの人ですもんね、ポーカーのあの実況解説してる人ですもんね。おーすげえ、すげえ、なんかあれみたい、ファンメイドで出てきそうだし、なんかあれみたい、あのラフスケの777分かる、あんな感じのコインみたいなね。すげえ、なんかめちゃくちゃ譜面のクオリティ高いな。え、すげえ、これなんかどうなってんだろう、これ。これ曲のさ、俺クオリティがまず好きなんだけど、このなんかいろんな曲、いろんなジャンルがある感じが。あ、皆様、ロストゼロでございますよ、これ見てください。左の方にちょぽって、ま、あのゼロの下にハートじゃないわ、このちょぽちょぽついてるでしょ。もう1991の1191コンボの下に、もうちょっともうすげえ噛むな。ニューヨークバックライズ、これいいっすね、楽曲すごいいいっすね、これロストゼロですけどね。さっきあれだったよね、ファーゼロやったやんな。いや素晴らしかったです、ありがとうございました。いや譜面のクオリティも楽曲のクオリティもこれ申し分ないですね、買ってよかったです、ありがとうございます。なんかジャケット全然あれだったな、ロゴがちょっと原型とどめてなさすぎてちょっと読めなかったけど、多分ギミックって曲解禁したんで。これさ、ギミックってあれかな、マジでギミック譜面めっちゃ出てくるのかな。なんかね、その解禁しようとした時に強制マスみたいなのあったんですよ、この曲の。わかります？なんかこの曲しか遊べませんみたいな、そういうマスたまにワールドモードあるじゃないですか。あれでビヨンド譜面の強制マスだったんだよ、なんか全部ビヨンド譜面しか遊べないみたいな強制マスだったから。だからもうレギュレーション違反する時にそういうギミックが出てくるとか、そういうオチはあります。このミスシルさん、もう全く知らないんだけどね、これ、ま、1ミリもギミックっていう曲も多分これ原曲あると思うんだけど、何のあれかもよく分かってないっていう。やりますか、まあ、ワールドエクステンド、どうなんだろうね、ギミック出てくるのかな。ワールドじゃあのメモリーアーカイブだったらワンチャンあったかなと思うんだけど、ワールドエクステンドとかなんかあんまギミック出てこなさそうですけど、なんかいいね。お、なんか若干あのザ・トランスとのちょっと練習用になりそうなぐらいの。あ、でもこれちょっとタップが多いな。なんか今回あれだね、テーマがちょっと2曲なんか若干似てるな、ここ次でもさ、なんかこの ギミックどういうギミックかとよく分からんけど、ごめんね、なんかすごい言わせてもらうけど、やっぱなんか俺難易度9余裕だなすごい申し訳ないんだけど、なんかテンペスト対立一応使ってるし、あれなんだけど全然初見であれできそうだな、PM。これごめんね、いろんな
アーキャの譜面やりすぎちゃった俺のせいもあるかもしんないけど、この何このリズム、トゥン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 みたいになりそう。ほらなんか曲読めた今さ、なんかこのこういうテンポになる感読めたわ今。おいすエモいね曲が。なんとなく曲の展開も読めてしまっていく。ギミックでも今回オリジナル曲1個もないし、あとあれだからね、難易度10も1個もないから、ちょっと皆さんやってないかもしれないですけど、譜面のクオリティがねめちゃくちゃ高いんで、こうさ、俺は結構俺ね、これ他のゲーム悪く言うわけじゃないからね、他のゲーム悪く言うわけじゃないけど、あのね、良くも悪くもね、あの音らしいのがね割とアーキア好きだったんです、好きだったりするんですよね。ほんまになんかおふざけの譜面以外は結構ね常に真面目に作られてるというか。何の音これ、切り取り線みたいな、ファミチキの切り取り線あんな感じですよね。俺納豆のさ、どこからでも開けれますみたいな切り取り線あるじゃないですか。納豆って食べたことあります皆さん。なんか納豆みたいな顔してると思うんで、多分食べたことあると思うんですけど、あれさ切るときさ、なんかピューっつってさ、なんかあのピュッてなっちゃうね、あれ納豆の切り口下手すぎてさ、醤油みたいなやつあれピュッてなっちゃうね、わかんない、真ん中ら辺で切って、で親指で押さえてるからピュッてなっちゃうみたいなね、ちょっとこれ分かりがちみたいな感じかもしれないですけど、とりあえずそんな感じきますか。なんかね、今回のワールドエクステンデッド割とね短くて初日で解禁できそうですわ。ロストエモーションね、すごいジャケットが全員集合してんのかな、東方キャラ。これいいですよね、ガイさんのその東方入れるってなった時に、なんかそのね有名なやつじゃなくて本当に楽曲としてクオリティの高い曲を入れてるみたいな感じが僕は好きですね。なんかね、わかるんですよ、東方といえば、まあ、チルノのパーフェクトなんちゃらとかも、ぶっちゃけ対立で使う意味ないかもしれないけど、すげえ見て、全部 PM よこの辺、気持ちいいね、全部 PM よこの辺、敵なしよ、ロストエモーション。ちなみにね、さっきのギミックもね、ロストゼロだったんですよね。だから今回もロストゼロでいきましょうか、フルコンで、もちろん。正義、あ、ん？正義、飯森みたいな形してるんですけど、これは知らん。おー、背景見て。おー、この左右のビーム、何これ。かっこよ、これ。見て、これ。ね、なんか見て、これ。なんか、東方のあれかな。ちょっとごめん、俺、東方もさ、そうだけど、本家やったことある人、ほぼいなさそうじゃない？わかります？なんか、東方の本家の、弾幕ゲームします？あれよりなんか、弾カグーだとかね。まあ、それこそ、ナイト・オブ・ナイツ、アップルミュージックで聴いてますみたいな、そういうニコニコ動画でマット見てましたとか、そういう人ばっかりで、なんか本気やってるイメージあんまないわ。 PC ゲームってちょっとあれですよね、あんま手軽に。うんてねね、いやこれね、なんか原曲を多分知ってるから、多分ね東方って大体アレンジなんですよね、この上海アリス団の。ちょっと待ってこれさ、あのさ、俺アーキアやるときさ結構奥の方を見ちゃうんですよ、のせいでなんか奥の方になんか、三角のさ、なんかおにぎりみたいな形してるさ、なんかあれ見える、トレースに似たてるあれ見えます？なんかあれのせいで画面酔いがすごい しやすいんだけど、わかります？これ言いたいこと。画面酔いじゃないけど、なんか三半規管が狂う、これ。なんか普段の明けよりちょっとすげえ、難しく感じる。そう、これね、曲聴いてこれ。楽曲のクオリティバチクソ高いからね。で、ロストエモーションや言うてる時に限ってロストしてるしね、もうすでに。これなんかでも、フューチャリングのみこって、これあれですよね、バッドアップルの人ですよね。俺でもバッドアップルぐらいなら別にいいと思うけど、なんかでもアーキアには違うのかな、バッドアップルとかは。ロストエモーションもいいんだけど、別に。てかまあ原曲が一緒のやつだったらもう何でもいいんだけど、原曲がもう大体いいからね。このズンさんって方のね、すごい原曲が。やっぱビートマリオとか来そうじゃない？いつか。来ないのかな？意外とそういうのは。ナイトオブナイツぐらいだったらワンチャン来てもいいけど、なんかちょっと、あと東方曲4曲ぐらい、来てからじゃないと、いきなりやるとなんかちょっとアーキア変わっちゃったな感があるから、ちょっとこの辺からじわじわと変えていこうね。なんかアーキア、もうガイさん多分東方めちゃくちゃ好きだからね。ちなみに皆さん、ちなみにね、 TI 壊ったじゃないですか、あれ東方の曲めちゃくちゃ使ってますからね。多分許可取ってないです多分許可取ってないですけど、めちゃくちゃ使ってますからね TI 壊。これガイさんこの実況見てたら本当にごめんね、でもあなたも今締めていただいて、俺悪いこと何も言ってないからね、ちなみに。事実しか言ってないからね。やべえな、余裕だな、この辺。難易度10位以下は、もう基本、まあ、難易度10でも、まあ、ぶっちゃけ初見 EX は余裕なんだけど、もうこの辺とかも、本当に余裕なんですよね。
ぶっちゃけ。でもこの辺が適正な人とか見たら、うわー、照之さんすげーみたいな、初見でもうほぼ PM じゃんみたいな、なんのかな、何がすごいか全然わかんないよ、もう俺からしたら。ここまで強くなったんだね、私も。悟空がラディッツデコピンで倒したらすげーってなるのかな、当時の Z 読者からしたら。今だったら余裕で鼻息ぐらいで倒せると思うけどね。ロストエモーション楽しかったです、ありがとうございました。で、今回はね、なんか 4.4.4.4 は割と注目度低いように見せかけて、私は譜面のクオリティめちゃくちゃ好きです。あと東方ライトのね、この背景も好きでしたね。なんか背景こだわるのいいですよね、アーキアの特有のこの C3D CG おしゃれでいいですよね。まあぜひ買いたい人いたら買ってみてください。さよなら。